さんをこのレストランにお迎えできて光栄です。あら皆さん、腹ペコですか？今どなたかのお腹の虫が鳴りませんでした？なるほど、それほどの大冒険をこのキノコ王国でされてきたということですね。ご心配なく、皆さんの空腹を満たす料理をふんだんに取り揃えてありますよ。こちらが本日のメニューです。私のお気に入りのメニューをたくさんご用意しました。ご覧の通り、よりどり緑、サラダは緑、メインはよだれがちゅるり、ほっても落ちるデザートですよ。ほらほら皆さん、いい匂いがしてきませんかね。味も匂い負けてませんよ。おや、またどこからか誰かのお腹の音が聞こえてきましたよ。誰かさんは待ちきれないようですね。あれ、犯人は私のお腹でした。これは失礼。何はともあれ、キノピオカフェでしっかり腹ごしらえをしていってください。キノコ王国での冒険はまだまだ続きますからね。では皆さん、この先のオーダーステーションで注文をしてからお席についてください。思う存分にこのレストランの料理をお楽しみください。